姉妹企画テコールの AKR と伊藤大輔の今日はあなたがテコレット。この番組はテコールに関係の深いゲスト、通称テコリストをお招きしたりしなかったりするゆるいトーク番組です。この放送は絆ステーションハッスル FM 84.0 メガヘルツからお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net info@tecall.net でお待ちしております。はい、どうも、始まりました。今日はあなたがテコリスト44回目でございます。さあ、この調子でいくとですね、なんと、来週45回目も、私一人の匂いがしております。あ、どうも、はじめましての方ははじめまして。これ最近あれだな。この挨拶の仕方、今テコールでいろんなところでやってるんですけども、はじめましての方ははじめまして、そうでない方も、よろしくお願いしますみたいなやつ。あれ、多分生まれはあれだよね、神岡賢治のなんか挨拶なんだよね。そう。お前は誰だという話でございますね。どうも、芝居企画テコール作演主催、そしてこの番組のメインパーソナリティ、AKR です。そうです。今回もまだ、伊藤大輔は武者修行中でございますね。どんどん、伊藤大輔本番も近づいておりますので、こう、ね、会うことなかなか少ないけども、無事にね、やってくれることを祈っております。というわけで、この44回目の放送ですね、ちょっと同じ芝居企画テコールの中の、別のコンテンツに、入ってみました。ちょいちょいこのラジオでも話させていただいてるんですけれども、しゃべくり堂、芝居企画テコールのしゃべくり堂イエーイってやつね、普段3人がやってるやつ。あれね、毎週火曜日に、YouTube で更新をしてるんですけども、大元は、昨年の僕が、8月まで、7月いっぱい分ぐらいまでね、実は俺と、この私 AKR と、石井匠の2人のしゃべくり堂っていうのをやってたんですけどね。あの時はもう様々なゲストをお呼びして、いろんなお話を各一人ずつ、お話しするって、お話を聞いてくっていうトーク番組だったんですけども、去年の7月からですね、8月から、番組の趣旨が変わりまして、3人体制になりまして、いろんな企画を、やっていこうというね。ので、なんとかね、もう最近だとやっとこう形になってきて、こうもうホクホクと見ております。もし、ご興味ございましたら、芝居企画テコールのホームページ、tecall.net、テコール .net でも、過去から、過去アーカイブとかもやってんのかな、ね、テコール放送局というところで、見れますので、もしよろしければご視聴お願いします。というのでね、もう早い話で来月でございますよ。来月に、我々、芝居企画テコール第11弾本公演というものがですね、迫ってまいりまして、そのお話をですね、ちょっと、このしゃべくり堂の方でさせていただいているような状態でございます。それでは、もうね、最初の3人がぐだぐだ喋ってる挨拶とかはどうでもいいかなと思うので、私の登場のところから、音声だけで、しかもこれ収録中の生録なんですよ。なんで、その、効果音的なものとか、この後編集でなされた効果とかは、一切ない、生の録音ものでございます。はい。でね、ちょっと尺ずっと回してたのもあったりとかして、いろいろ、編集もかけておりますけども、こんな雰囲気で撮ってたんだなとか、ね、これもしよかったら、これを聞きながらとか聞いた後でもいいので、テコール .net の方の放送局で、もう5月1日のアップ分でございますね。はい。なので、もういろいろ、結集したね。技術が結集した、このしゃべくり動画、載っているわけでございますよ。ね、ぜひそちらも楽しんでいただけたらと思っております。それではどうぞ、ちょっと賑やかですがお楽しみください。テコール
はい、ではお越しいただきました芝居企画でコールしたAKRです。すまい、すまいよ、盛り上がりすまいよしょうがないよ。どうも芝居企画テコールの今日はあなたがテコリスト。あれ乗っ取られた乗っ取られた。嘘でしょ。メインパーソナリティでアシスタントパーソナリティ、あ、アシスタントアシスタントパーソナリティがいる。ちょっと寝てるよし、じゃあお前、あれじゃん。なんだあの、オセロ的な感じで、もう強テコじゃん。ゆうくんどうなの。あ、やべ、どうしよう。もうね。今回の主役やの。一人でしゃべくりを盛り上げていくよ。そんな乗っ取り公演ってしたことないのね。そうだよ。そうだね。ひどいね。うん、でもあれだろ、どうせ編集でバッサリいっちゃうんだろ、これ。この音とかにもうバシバシとかつけてくれんだろ。バッサロー、バッバシとか。ピー喋ってる。何で切ってんの。喋る動画ね、結構前から見てるからね。あ、そうありがとうございます。どうも、はじめまして、AKRです。よっ、よっ、久しぶりですね。久しぶりですね。あ、もういつぶりだ、会うの。もうだから、視察会。会うのは結構会ってる。会うのはまあ、結構前から。去年のあれじゃない、あの、喋りがちょっと瞑想時期に入ってどうしようかって。じゃあ、8月とか。葛西臨海公園で会ってる。あ、会ってるわ。喋りと、あの、一切こう前を見ない、前しか見れない状態で喋ろうと言われた。ここにいた時に。あ、しかもあれだよね。途中で、途中でカメラの電源が切れた時。あ、そうそうそう。あ、そうだね。いいな。割と出てはもらってる。そうそう。ありがとう。ですね。あの時ね、なんで行ったんでしたっけ、あの、葛西臨海公園には。あれはですね。お花見でしたっけ。そうそうそう。みんなでやな。わーわーやるためにやな。ほら。まだ何もされてなかった。そうね。あ、海洋生物を探索しに行った。そうや、そうや、海やからな、こうやってポチャポチャ入って、キュッて拾って、アホか。あの、編集するの僕なんで今の流れ全部隠しますね。そうね、6月25日から、あ、27日からな、はい、7月の2日まで、やる、激地下リバティ、下北沢激地下リバティでやる、はい、今日はあなたがテコリス。違う違う違う。ライブで1回公演やるの。1回やりたい。もたねえなぁ。2時間は辛いぞ。辛いなぁ。多分最初の30分だけ頑張って終わる。そうだね。ちゃんと、ちゃんとして。エソラゴと、アジサイとネジの参加というね、芝居企画テコール第11弾本公演でございます。それの、あれだよね。チラシに使う。そうそうそう。写真でね。皆さんも、あ、チラシはもう出してんだっけ、こちらの番組。出してます。あれ見てわかるけど、あの、どこで撮ってもよかったよね。そうだね。あれ、背景海辺なんですよ。信じられます？びっくりだよね。言ったらあれ、みんな白衣着てるからね。ね、あの、クソ寒い中。あの、で、今は、わかんない。何かのオフショットで出るかもしんないけど、そうね、夏場バージョンのね、海辺ではしゃぐ我々も撮ったんだよ。よかったよ、あれは。そうね、みんな夏のね、寒い中、格好させられて、海辺で、風強い中。ね、あんな寒い中ね、男性陣上乱になってね。寒いだから、だから、チラシは、みんななんか、髪がなびいてるの。そうなんですよ。風が強かったから。やっぱりその、躍動感を取るのに、扇風機じゃ足りないと。サーキュレーターじゃ足りない。本場の風を浴びようぜ、つって。どこに求めたんだって。そう。海を感じてほしい。本編、びっくりするぐらい海関係ないから。そうだよね。そこなんだよね。今回どういうお話なんでしたっけ。今回はですね、見どころ、ドキ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 で、今回芝居企画テコール第11弾はなんとのね、芝居企画テコールにしてはすごく珍しい、ちょっと未来のお話をしてるわけだね。ちょっと未来、ちょっと未来の話。確かに言われてみれば未来の話だ。そうなんです。ね、この反応を見て分かるように、未来だろうが過去だろうが、現在だろうが、テコールのシュールさは変わらない。言われてみれば未来かな、みたいな。そうだね。いや、言われるまであんま未来って思わなかった。そうなんで、実はもうちょっと未来なんだよね。確かにね。もう2018年の、起きた、この前、とある犬の、アンドロイドが、再ブームになったでしょ、ちょこっと。もうそれを過去としての未来。過去の出来事としてちょっと触ってたりとかする。なるほどね。そう、アンドロイドのお話なんだよね、今回。おお、なるほど、アンドロイド。これ正式には違うかもしれないけど、まあちょっと SF チックじゃない、今回。そうですね、最初 SF かなって思いましたね。うん、なんだったら最初第0稿の台本書いてる時は、あの SF になりすぎて、そうね、これただの一歩ものやん。
キャラクターもなんかあのファイナルファンタジーとかドラクエみたいな感じになって、そうだね、あそうだ、そういうシーンがね、うんうん、でも今はねこういろいろ台本も変わりました、変わりました、やっぱりクォーターはワンダーランドだから、うんうん、を SF だけじゃなく、そう今回はそのクォーターはワンダーランドを、うん、あの巧みに使いまして、うん、はい、ちょっと普段匠は使ってない、うん、もうだって出るから使ってない、出てない、出てない、不安があるでしょあの子とあの子トゲで何してんだろうってさお母さん元気ですかいつもありがとうございます、ありがとうございます ね、 ね、その、まあ、あの普段のクォーターアワーの、15分のお話よりももっと短い小さなお話がいっぱい集まって、うん、そうまるで時期的にアジサイのような、作品になっております。おー綺麗に言えた、よかった、あっちゃん俺言えたよ、うん、あ遠くで神様が聞いてるよこれ使うのかなじゃ あ、 あの見どころとしてはやっぱりね、うん、去年から掲げてるクォーターはワンダーランドの15分に切り取られた、いろんなジャンルのお話もありつつだけども、さらにもっとこう細かくなった、そうで、最終的には一つの花になるというのがね、あのおしゃれ、確かに、ね、言われてみて思ったんですよ、うんうん、アジサイってこうやっぱちっちゃな花が集まってあの大きなボンボンみたいに見えるかな、ボンボン、まあ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 、うんうん、そうだね、ちょっと例え悪かったけどボンボンは良くないなボンボンどっちかというと菊とかになっちゃう確かにあれが一個で綺麗だなって思うわけだし、うん、そうだね、うん、俺の方じゃなかったなんでわかんねえんだよ病気やないか、自分の中はそこだから。やだ、ここ。でね、今回、はい、皆さん、お待たせいたしましたと。はい、待ってました。今回の11弾本公演の主役は、はいはい、もう何回も言ってるかもしれない。そうですね。けど、この斎藤優なわけでございますよ。はい、もう主役なのに端っこ。そう。思ったんだけどさ、ね、匠とこう変わった方が良かったね。主役と作演で話して。何言ってんだ、バカ野郎もっと相方のさね、だから嬉しいだろ、一緒に出られてる、やっぱり相方のさって出られるんですちょっとさ相方のさ匠くんと一緒に出るってお前嬉しいだろ、いや嬉しい、いや嬉しい、うん、もう今の拾ったら間違いない、拾ってほしくて俺言ったからだろうなと思って、あのしゃべくりにちょいちょい見てるとそういうところあるからここは流していいのになってすいませんでもね、まあもう皆さん編集もして、はい、もう何？もうすぐでも1年なのか、今10ヶ月ぐらい、8ヶ月、9ヶ月、3人だったら1月か、うんうん、去年の8月からなんで、うんうん、10ヶ月ぐらい、10ヶ月かで、ありがたいことに67回とか全部で今回、うんうん、ついにだから俺と2人でやってた時期を超えたんだね、とっくに超えてますわ、とっくに超えてるよ、8回分だよ、もうなんか、あ、そうかそうか、俺30回まで一緒にいたからね、うん、そんな得とか言うなよもう遠い思い出遠い思い出最後のね、石井匠卒業会、あ、間違えた AKR 突然いなくなる AKR びっくりしたわ、まあ、その説は あれもびっくりしたよね、うん、最初わざわざ撮ったんだよね、そう撮って、あの俺卒業会を、そうそう、2人で、うん、あ、そうだったの、知ったらデータが飛んだんだよ、あガチでなくて、いや、やべえなと。でもバーテコが始まってるわけだよ、うん、撮り直す時間もねえし、うん、編集考えてアップ間に合わねえと、うん、よし朝勝手に回しちゃえっつって、おで俺それを見たんですよ、うん、なんか撮れなかったわみたいなのもなく、うん、もうその最終回の放送を俺は自分の部屋で見たんですよいや、あのその前にあれじゃん、あのアップする係だったでしょ、で、俺に電話かかってきて、あきらさん、あの見たことない画像が一個上がってるんですけどって言われて、それ、もしかしてそれですかうん、それ、ごめん見たっつって、うん、サプライズうるせえよっつって何してくれてんだっつってねそうだね、せっかく撮ったのにね、撮ったのにその時ね、思うこともあったと思うよ、二人でたね、うん、最後だなーなんつって、もうあの時あれだもんね、血で血を洗う殴り合いをして別れたからね、ここら辺の傷とか治ってないですから、ね、そう、俺もここら辺の毛とかまだ生えてないからね、テコール仲悪すぎんだろ大概殴り合ってくれすぐ殴り合って改造するか本当にもう、アジサイの話から全然離れちゃってる、まあ、関係ないね、まあ、去年で話しちゃったけども、うん、まあ、今回の今日の放送が5月1日なわけです、はいはいはい、さっきもお伝えしましたけど、うん、もう先行予約の期間が始まってるわけです、はいはい、そうだね、いつまでかと言いますと、はい、けんちゃん、はい、5月の27日までです、おー、もう時間がないじゃないですか、1ヶ月来てるじゃないですか、で、なんか特典あるんでしたっけ、ゆうくん、はい、
ですね、また今回も、今公演11弾のね、空ごととアジサイとネジの参加のオリジナル缶バッジをなんと今回2種類2種類2種類作りました。素敵な缶バッジね。わっ、ここら辺出るはい、これね。まあ私が欲しい、何よりも。いや欲しいね。なんだったら俺雪降るの缶バッジ持ってないからね。ああそう、俺も持ってない。俺持ってないわ。え、2種類ってことは、あの、なんかで分けたりするんですか？はい、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 ATR です。はい、今回ですね、はい、なんと A キャスト、B キャストとありまして、ありますね。そのね、片方、我が副主催、大川敦志よ、神様、神様でございます。よくここでも出てるね。そうね。で、そして二つ目、なんと、覚えてるかな、雪降るでね、とても奇妙な女性を演じてくださった名女優、高石あさみさんでございますよ。あのあさみさんが今回、大川とのダブルキャスト。おー、どういうこと？どういうこと？異性のダブルキャストって。異性だけれども、多分やらすことはそんなに変わらないんだ。言うな異性でやらすこと変わらないって言ってた。多分だけど、他の舞台で見れない高石あさみも見れると思うんですよ。これは楽しみだね。前回とはまるっと役違うよね。全然違うんだろうね。イメージない全然。俺もだから振るまで、なんだったら本読みでもしかしてかわいそうなことになるのかなと思ってたんだよ。さすが。さすが持ってる。女優違いますよ。あ、全然面白い。言ったらノリノリだからね。ノリノリだからね。で、その2名で頑張ってことになってくるわけで、今回ね、デザインも前回と変わりまして、また新しい、デザインをね、はい、する人が来てくれたっていうか、はい、まあ、これ言っていいのかな、言っていいのかな、うん、うん。まあ、うちの松浦が、ちょっとそういうデザイン系が好きだという、はいはい、絵を描いていただいたの。そうなんですよ。前回のは可愛い感じ、まあ、前回のバーテコ、はい、が可愛い感じだったけど、今回はちょっとね、なんだろう、ヨーロッパ風っていうの、なんか分かるでしょ、ね、うん、可愛いは可愛いのままなんだけど、なんかちょっと今までの頑張ってたと違うなっていう。シャレオツ。そう。シャレオツな。シャレオツね。おっさん出ちゃった。言うてここで今全員おっさんだから、ね。そうやな。おい。いや、おっさんでもね、あのデザインいいよね。ぜひともね、はい、あのさっきのイメージイラスト、うん、今が缶バッチになるんで、はい、また今回の四角でね、他にはない唯一無二の缶バッチになります、ね、その四角がまた合うデザインなんで、ね、うん、そうだね、ちゃんと考えてるから、リンゴは、うん、そうなんだ。リンゴ違うんだよ。いやね、でもさ、分けちゃうわけじゃん。だから A キャストの人は A キャストの分、 B キャストの人は B キャストの分しか手に入らないわけでしょ、うん、いやー、いやらしい話、両方ね、なんか予約してくれたらいいなー。缶、ね、バッジを目当てにってのはなかなか難しいかもしれない。、ね、ただ2人の役者が色全然違うから、うん、2つ見たら本当に楽しいと思う、うん、あの、うん、本当にぶっちゃけなんか普通に知らない風で話してたけど、うん、あの本読み聞いてどうしたって思ったからね。マジで、うん、あの、まあ大川を知らない人、知ってる人も、うん、もうもちろん大川全開ですよ、うん、で、高石さんを知らない人も知ってる人も、あ、こんな女優さんが舞台に立たれてんだなっていうね、うん、もう、ま、雪の降る音を見に来たお客様はもちろんびっくりすると思う、びっくりすると思うし、見たことがない人ももう楽しめると思います。高石さんってすごいなって思われると思います、うん、すごいなんかね、アーサーを持ち上げるかい。それちょうど今言おうと思ってた。いや、でも言ってもいい女優さんですね。そうですね、本当にありがたい、今回も出てもらってね、うん、うん、さあ、このダブルキャストがね、はい、どういう色をね添えてくれるのか。はい、アジサイっていうのはね、一つの色じゃないわけでございますよ。そうですね、いろんな色があるわけですよ。そうですね、それを彩ってくれるのが今回の出演者たちでございます。おー、はい、結果的にどんな色になるのかは、はい、ぜひ劇場で、はい、はい、まとめるのうまいね。だろう。俺らにはできないよ。今から査定会に変更しようか。お前たちな。では、エキラが綺麗にまとめてくれたところで、はい、エンディングですかね。お後がよろしいようで、はい、エンディングですかね、そろそろ。うん、はい、じゃあ、もう帰った方がいい。行っていいです、行っていいです。最後まで。やった。いたらいいんじゃないの。いろいろいろ。行っていいです。いいですよ。喧嘩するなって。ごめん、あ、俺の肩じゃなかった。やだ、ここ端っこ、もうそっちも絡んであげな。怒るぞ。それ自分のところで。もうな、色が一緒だからさ、分からへんからね。絵面は寒いし、もう。
エンディング、はい、エンディングですね、はい、ではですね、はい、エンディングに入りたいと思いますけど、あ、もうそんな時間ですか、そんな時間ですか、そんな時間ですか、あの、ね、気づいたことがありまして、はい、今回第11弾本公演、はい、焼却テコールは去年10周年歌ってたわけじゃないですか、はい、ってことは今年は11周年です、そうそうですね、11周年で第11弾本公演ですよ。はあ。なんか演技良さそうと思って。いい回だね。いい回だね。ちょっと気に入ってどうしよう。見た俺は。ゆうくんどうしよう。助けて。うん、いい回だね。いや、いいと思うので、ね、あの、もう、エンディングまとめてよ、もう。なんでね、そんな素晴らしいね。はい。あの、いいが揃った。公演ではございますので、はい、ぜひぜひ今回も皆様に劇場、こう劇場に足を運んでいただいて、はい、見ていただければと思いますので、はい、素敵な缶バッジもゲットしてください、はいはい、ダブルキャストの次もいっぱい楽しんでください、はい、それではぜひまたよろしくお願いします、よろしくお願いします、では今週もご視聴ありがとうございました、また来週バイ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 、デコール、はい、というわけで、しゃべくりどお邪魔させていただきました。ありがとうございました。このね、様子はですね、もうすでにあの、まあ、前半でも話しましたけども、5月1日、もうすでに放送されたやつでございますので、テコール .net の方で、視聴ができるようになっておりますので、もし興味ありましたらよろしくお願いいたします。あのこのしゃべくり堂っていうのはもうご存知の方も、いらっしゃるかと思いますけども、あの YouTube の方で映像でやっておりますのでね、斉藤優、上岡健二、石井匠の3人のね、この無理くりテンションを上げてる顔だったりとかね、なかなか見ものでございますよ。でもね、これを本当に見て、もしもし本当にお時間あって、まあ今日どうしようもなく暇だなみたいな、あの方がいらっしゃったら、あの全部はさすがにあのすごい時間になっちゃうので難しいと思いますけども、この2人体制、から3人体制に変わって、まあ僕が抜けた後ですね、のトークのとか仕切る向上心、あのね、すごいの。やっぱり人って続けると何でもかんでも成長するよね。ちゃんとあの自分が上手くなろうと思って喋ってると、やっぱりね、見てて全部変化がね見えてきて、それもまた面白いなと思って、やっぱりまあ人っていうのはこの日々何を思って何をやるかっていうのが大事なんだろうね。みんなもいろいろ悩んだと思うね。このしゃべくり堂のメンツとかもすごくあのだんだんね、あの一体感が生まれてきたしね。さあ我々強敵もね、あのどん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 向上していかないとね、伊藤大輔がこう戻ってきた時にはね、もうね、おやべえ、こんなに喋れるようになってんだ、俺の場所ねえぞぐらいなね勢いをね見せてあげたいところでございますけども、特にそういった、企画計画は今のところない、はい、というわけで、まあそろそろお時間となっております。最後にですね、今遠くで修行している伊藤大輔のあったかい皆さんを思いやるメッセージいただいておりますので、それとともにお別れとなりましょう、なりましょうじゃないな、お別れとさせていただきます。それでは今日はこの辺で、この時間のお相手は芝居企画テコール主催 AKR でした。今日はあなたがテコリストを、お聞きくださっている皆さん、こんにちは、伊藤大輔です。はい、いつもはね、あのアシスタントで、強テコにつか、つかせていただいてるんですけれども、ちょっとですね、実は私事ではございますけれども、舞台の方が、決まりましてですね、そちらの稽古に、勤しんでいるところでございましてですね、ちょっとしばらく、今日あなたがテコリスト、今日テコのアシスタントの方がですね、どうしても都合がつかず、抜けてしまうということでですね、何かメッセージを、皆さんにお届けできればなと思って、こうやって、お話をさせていただいているところでございます。
はい、というわけでですね、まあこういう形でメッセージを皆さんにお伝えさせていただいているわけですけれども、改めてですね、私の、5月に出演する舞台の方ですね、告知をさせていただきたいなと思います。アンティークスヴィンテージ24足音、下北沢のシアター、711という、劇場でですね、5月の23日から27日まで、公演いたしますので、ぜひともですねそちら、足をお運びいただければと思います。詳しい情報は、芝居企画テコールのホームページ、もしくは、劇団アンティークスさんのホームページでも、ご覧にいただけますので、そちらを、参考にしていただければと思います。それではですね、私はしばらくの間、自分の武者修行に、勤しんでまいりますので、ぜひぜひ帰ってきたらまた、懐かしい声だなと思ってお相手をしていただければと思います。はい、ね、まあ少し短いメッセージになりましたけれども、まあまあこの後はですね、多分メインパーソナリティの AKR がまあ面白おかしくって言っても、アシスタントの身としてはですね、まあ、普段自分がいなくなってから面白くなると結構複雑なところもありますけれども、でもまあまあ一番はね、やっぱり番組が面白くなることですから、はい、まあまあ私もね、いろんな面でパワーアップして、皆さんのまた、元にですね、 AKR の元にですね、帰ってくることを、ここにお約束しますので、ぜひぜひ応援していただければと思います。なそういうわけでですね、しばしのお別れですけれども、これからも、今日はあなたはテコリスト、そして、芝居企画テコールですね、で私伊藤大輔ともども応援していただければと思います。それでは、この辺で失礼いたします。